さて、明日から実質連休、大型連休が始まります。で、今一度皆様に思い出していただきたいんですが、もう単純な話、ウイルスは人と人との接触で広がるということから、接触をですね、8割削減をする、そのためにどれだけ外出を抑えられるかということで、この連休が正念場だ、このことについて何度も申し上げてきたところであります。で、今の皆さんの行動が2週間後の総体としての数字になって現れるわけであります。で、明日4月25日から5月の6日まで、12日間ですけれども、これを命を守るステイホーム週間、お家にいましょう週間、ステイホーム、セーブライフ、命を守る週間として、企業の休業や都民の外出の抑制など、一層高める、また一層進めるための取り組みを展開をしてまいります。で、この命を守るステイホーム週間でありますけれども、第一に在宅を進めるために、都民の皆さんや企業への皆さんへの呼びかけの強化、第二に在宅を楽しんでいただくための外出抑制の仕掛け作り、第3に首都圏で連携協力した広報キャンペーンの展開ということでありまして、これらの3つの取り組みをパッケージにいたしまして展開をいたします。で、具体的な取り組み内容でありますが、今日の5時、15時ですね、3時に東京都の公式ホームページ内に、特別のポータルサイトを開設いたします。ステイホーム、おうちにいましょう週間、ポータルサイト、こちらをご覧いただきたいと思います。また昨日 の会見 ので、お伝えした通りですね、いろいろなコンテンツをですね、動画などですけれども、これを準備をいたしまして、例えばこの間、連休中にですね、この際大掃除しようという方々、ぜひここはですね、こんまりさん、近藤麻理恵さんのこのやり方などをですね、学んでいただけるような、そういう動画を載せさせていただきます。それからパラリンピックでバリアフリーを徹底しましょうということで、パラバリコンという会議体がございましたが、そのメンバーでいらっしゃる五木ひろしさんや大黒摩季さん、それから歌手の倉木麻衣さんをはじめとする方々に、歌のパフォーマンスやメッセージの動画を掲載をさせていただく、この予定にいたしております。で、その他さまざまな魅力的なコンテンツ多数掲載しておりますので、ぜひ、ご覧いただきたい、また役立てていただきたいと存じます。都民の皆様方に改めてのお願いでございます。スーパー、そして、商店街での3つの密を解消するために、毎日のお買い物、昨日も申し上げました3日に1回程度にお控えいただきたいということ、それから食料品など、十分供給されておりますので、必要以上の買いだめなどなさらないようにお願いをいたします。それからコロナ対策としてやらなければならないことを覚えやすくするために、このステイホーム週間を使いまして、コロナ対策いろはカルタ、これでですね、いろいろなすべきことを考えていただきたい、行動していただきたいということで、皆さんのアイデアを募集をいたします。日曜日の5時ぐらいまで募集しておりますので、ポータルサイトの方に申し込み先を書いてまいります。それから、例年ですとですね、たくさんの方お出かけを楽しむ大型連休でありますが、今年はですね、在宅で、楽しみを見つけていただくということで、不要不急の帰省やレジャー、旅行など他の道府県への移動の自粛を強くお願いを申し上げます。で、このことは1都3県共同キャンペーンとして、埼玉、千葉、神奈川からも県民の皆さんに呼びかけていただきます。また都内におきましても、西多摩地域の奥多摩町、そして檜原村、伊豆諸島、小笠原諸島、すべての町村におきましては、これはですね、観光で持っているところでありますけれども、苦渋の決断であります。
観光で、この不要不急の来訪を自粛してくださいというお願いを出して、おられます。で、高尾山のケーブルカー、またリフト、これが運休となります。あきる野市、観光地を抱えているわけですけれども、これらの自治体でも観光施設の臨時休館が行われるということであります。ハイキング、それからキャンプ、バーベキューなど、野外でのレジャーなら大丈夫と思われるかもしれませんが、そうした一人一人の行動が結局、結果として3密の状態を引き起こす可能性があるということでございますので、観光地や行楽地などへの外出お控えいただきたい、そして自宅でお過ごしになること重ねて強くお願いを申し上げたいと存じます。次に感染拡大防止協力金でございます。22日にポータルサイト、こちらを開設いたしまして、受付を開始、受付の方も始まっております。で、本日のお昼の時点でありますけれども、7583件、この申請をいただいております。外出避けるためにもですね、ぜひポータルサイトからオンライン申請をしていただければと存じます。また郵送、都税事務所などでも、お受けしておりますので、お早めに お申し込みをいただきたいということであります。それから最後にですね、私の方からお伝えするのはですね、嬉しい話でございます。今回プロ野球の読売巨人軍、東京ベースです、言うまでもありません、皆様方から新型コロナウイルス感染症対策として、このためにですね、寄付金とマスクなどのご寄贈をいただくというお申し出がありました。で、感染症対策の最前線で奮闘する都内の医療現場などへの支援のために、原監督、阿部二軍監督および、坂本選手、丸選手、菅野選手、皆さんからですね、合計、5000万円、お一人ずつ1000万円拠出してくださいました。このご寄付をいただくこととなりました。誠にありがとうございます。加えまして、読売巨人軍から医療用などのマスク4万枚、それから除菌シート3000パックをご寄贈いただけるということでございます。で、このご寄付いただきました資金は今後、都内の医療機関などで使用させていただき、マスクの購入などにも活用させていただく予定となっております。改めて温かいご支援に対しまして、熱く熱く御礼を申し上げたく存じます。そして今回、この監督と選手の皆様方から応援メッセージも動画でいただいているので、ちょっとご覧いただきたいと存じます。東京が今大変なことになっています。我々で何かできることはないか、医療関係者、医療機器、医療用品に役に立ててもらおう。医療従事者の方に感謝と敬意を込めて送ります。医療機関はじめ、いろいろな分野で最前線で、戦っている皆さんに、心から感謝とエールを送りたいと思います。治療に携わる皆さんの懸命な働きを一緒に応援していきましょう。大勢の感染者の命を守る戦いを続けている医療スタッフの皆さんに心から感謝します。コロナに負けずに一緒に頑張りましょう。厳しい状況の医療現場のために少しでも力になっていきたいと思っています。皆さんもぜひ支援の輪に加わってください。頑張ろう。はい、ということで、素晴らしいメッセージもお寄せいただきました。このホームステイ週間2週間頑張ることで、プロ野球もまた無観客ではなくて、みんなで楽しめるようなそんな日を迎えるためにも、この2週間特に皆様方にはご協力をいただきたいとこのように思います。また巨人軍の皆様方に心から改めて感謝を申し上げたいと存じます。